サイバーディン株式会社の本社サイバーディン株式会社は、筑波市学園南2丁目にあるサイバニクス技術に関連する研究開発、製造、販売、保守管理を行っている企業である。具体的な製品としては、パワードスーツ、掃除用ロボットなどである。2004年に筑波大学教授の三回義行によって設立された、HAL を製造していることで知られる。 これは装着することによって身体機能を拡張、増幅、補助することができる世界初のサイボーグ型ロボットであり製品としてレンタル方式及びリース方式でのみ提供されていた。これは3階が今はまだ黎明期の技術で開発の進化が早いため購入した製品がわずか1から2年で吸気種扱いになるのはユーザーに申し訳ないと考えており またレンタルだと提供した全製品を自社で管理できるため新機種への移行も比較的容易でどのように使われているかも把握しているため悪用への抑止効果もあるという2015年11月厚生労働省は HAL の製造国内販売を承認した社名は映画ターミネーターシリーズに登場する企業と同じであるその縁で2009年の ターミネーター4公開時には監督のマックジーと3階が対談した。この中で3階は私の学術の分野の名称がサイバニクスと言います。サイバニクスを要する分野の技術を使って力を作り出すということで力を意味するダイン。サイバニクスダインでサイバーダインというわけです。ただ私は18時を過ぎますとターミネーターが大好きです。 と答えるようにしていますと述べた。また、パワードスーツの名称、HAL が映画2001年宇宙の旅に登場するコンピューターと同じである点については、ハイブリッドアシスティブリームの略であると説明している。ありがとうございます。